平野紫耀新たな一歩。会社設立に反感期、兄弟の未来に期待。皆様、いつもご愛顧いただきありがとうございます。皆さんの大好きなアイドル、平野紫耀君くんの素敵なニュースをお届けします。2023年8月12日、彼の所属事務所である、ニュービーから素晴らしい報告が飛び込んできました。 それは、なんと、紫陽く君が自身の会社を設立したこと。しかも、その名前は、株式会社賞。この可愛らしいネーミングに、彼らしいキュートさが詰まっています。設立日は2023年7月18日。この日、兄弟である平野紫陽く君と弟の平野陸君のツーショット写真が公開されました。 実は、その写真が服された翌日に、潮君は自身の会社を設立したのです。また、注目すべきは、彼らの会社登記に登録された住所。陸君と同じ住所での登記が行われたことから、ファンたちの間では、兄弟で同じ場所で仕事をするのではないかという期待の声が高まっています。 一緒に仕事をする日が来るかもしれないなど、将来の兄弟コラボについても期待が広がっています。このような兄弟愛に触れると、彼らの成長と一緒に歩む未来がますます楽しみになりますね。その他にも、会社設立の背後には、税金対策やエージェント契約による自由度の確保といった戦略が考えられます。 現在、彼はニュービーに所属し、滝沢秀明社長の指導のもとで活動していますが、個人事務所を通じてもっと幅広い分野での挑戦を果たすことが期待されています。音楽活動だけでなく、ファッションや他のビジネス分野でも活躍していく未来が想像されます。将軍こと紫陽くんは、 これまでの経験を生かしつつ、自分らしいペースで自由に活動していくことができるのも魅力の一つです。彼の才能がさらに開花し、多様な分野での活動が広がる姿が楽しみです。さらに、同じ事務所に所属するイムプオもデジタルシングルにてデビューすることが発表されました。 死亡くんもジングくんと同じく近い将来にデジタルシングルをリリースする可能性があり、ますます目が離せません。8月11日、イムップの横幅くんから公式 LINE でメッセージが届いたことも報告されています。次は死亡くんの番だと予告され、ファンたちはどんなメッセージが届くのかワクワクしています。そのメッセージが、 彼のこれからの活動や心情を垣間見ることができるので待ち遠しいですね。今後も、オ君と神宮寺君が様々な分野で挑戦し、活躍していく姿を温かく見守っていきましょう。このチャンネルでは、彼らに関する最新情報やトピックをお届けしていきます。皆さんの応援が、彼らの一層の飛躍を後押しすること間違いありません。 最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。皆さんと共に、潮君と陣十字君の素晴らしい未来を楽しみにしていきましょう。